これ設定差でかいっすよ。1470枚出ましたので、いやあるかあるか、これは863枚、7セットじゃあ乗っちゃおうかな、これもよーし、オッケー、よっしゃ、ものにしましょう。2セットです。ちょっと AT が伸びてません。6セット獲得枚数が803枚、まあ一旦プラス域に入ったんで良かったと思います。来ましたよ、7144枚で終了です。32ショット、ここが通常だ。簡単にはやらせてもらえないんですね。戻したら上位取れるとどうですねえ、すごいオシャレじゃん、分かってんねー展開。行くぞマルハン、31ゲーム、よし、こんなん絶対上位取るしかない、もう取れなかったら終わり、意地で取る、レア役を引く気持ちで大事に。わかんない、ゼロやめてお願い、引き戻したの、うわあ、ごめんなさい、このタイミングねえ、ちょっとおしゃれな戻しが台無しだよ。180枚、69、70、うん、さすがに、よし、開いたか、85ゲームだね。まあそれか200のポイントで規定ポイント達成達したかになりますね。若干長いですね、うん、長いぞ。あれ、これチャンスじゃないかな。基本的に7ゲーム前後なんですよ、99ゲームいいよ、いいですね、当たったな。14ゲーム目かですね、特訓で14ゲーム目でいきましたね。よしよし、なんとかつながった、ああ、よしよし、あー、これはもう青じゃないか、あー、赤か、よしよし、緑までは行かせたいな、あー、ダメかな、頼む、かー、マジかよ、いやー、やれないっすね、緑2回とも失敗。まあ若干の設定差はございますけど、まあ 50% 前後なんで、まあこれ取れてないのは痛いっすね。いやー、ポイントたまらなすぎだ、これは全くもって無駄なところです、これ、このたまらなさは。で、直撃もないでしょ、今400とか普通にはまってる中で直撃もない。じゃあこれ、これ一応チャンスモードで 20% ぐらい下がります。弱いっす、外れた、チャンスモードも、あー、あったあったで、よかったよかった、チャンスモードは外さなかったです。さあ当たりまして462ゲームですね。で、当たりなんですけど全然ポイントが貯められなくて、まあ、ゼロモードする、で通常モードする、で
でチャンスモードで外したらやばいってところで今当たったんで、まあだからまあギリギリですよ、ギリギリまだ可能性あるかなと思うんですけど、まあ次見てみましょう。とりあえずさあよし、とりあえずまたトドロギリ行きますか。よっしゃー、よし、弱いよな、デフォルトばっかりだね。とにかく中段チェリーはよく引けてます。さあここはまだゲーム差浅いところ、モードは落ちてると思いますが、さあそれでも 25%、 今日はよく取れてると思います。この 25%、今の矛盾っすよね、白ナビでリプレイなんで、うん、よし。さあここは持ちコイン、プラスの状態で AT 迎えます。よし、今日初めてプラス域で迎える AT は144ゲーム、本日5回目。さあ行きましょう、本日5回目のバトルボーナス、宿命バトルが今日はまだ1回だけ。ここまで頼むよケンさん。まずはケンシロウ、今日はケンシロウの先制攻撃多いですね、助かる。よし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 、持ちコインはこれで1000枚超えました。現在投資が700枚なので収支的にはまだプラス300枚というところですけど、これで今プラス域にいるのが、まあ、橘さんとレビンさんも、まあ、まだプラスでしょうねと僕で、今日一番負けたくなかったガーデンユナイテッドリノさんはおそらく何も起こってなければマイナスなので、まあいい流れだと思います。ここまではさあ2セット目です。北斗七星出ました、まあ大丈夫でしょう。2回負けたことありますけど北斗七星出て、まあそれでもここはパンチですよ。よしよし、3セット目、あー3セットか、終わるときは全部豪勝派じゃないですか今日。今回は3セット403枚、ちょっと待ってよ、ここ行かないでほしい。うわー行くかなこれ、あー17ゲームか。おーおー、ありがてー、マジでありがたいよ。なんとかゼロモードループやれております。400枚ほど持っておりますまだで、178回で頼むで。よしよし、青が欲しいよね、どう考えたって、もうどう考えたって青なんだから。赤、いやー3度目の正直。よしよし、とりあえず黄色、まあ呼ぶ1以上で、あと1回ゼロズから。お、え、お、
ゲロ圧でしょ、これめっちゃ重いやつじゃないですか。まだ後半パート行ってないんで、やっべえ揃うぞこれ、コパートだし。うわー分かんない、四角は出ない、大丈夫でしょ。ああ外れた外れないでくれよ、リベンジいけるだろう。よっしょっけー、黄色だ、一応設定差あります、よかった、つながった、いやーよかった、いきましょう。いやーこれがむずいんだ、まずはある程度紹介したいですね。絶対決めますね、このチャンスゾーン。もう常に常に絶対決めなきゃいけないんで、いつも以上にお願い、アキラ以上であれ。さっき4連続はきついよ、さっき4連続だ、振りじゃないんだよ、さっきあなたを2回通せてるのは奇跡よ。ほんでどっちも AT にたまたまつながってるからいいけど、では212ゲームからさっきのチャンスゾーンです。今日はさっきのチャンスゾーンしかやっていません。揃ってちょうだい、スイカも引けずやりました、ありがとう、めっちゃ手伝ってくれる、助かるよ。革命で、あなたはいい台なんでしょ、だったら革命でしょうが、よし、革命に決戦1です、よし入れるぞ。あ当たった、さすがに当たった。あチャンス目だ、ああレベル3だ、ストックとかあんだっけな、ちょっとそこ忘れちゃったな、レベル3確定ではないかな、やばい、あと3、おっ、いやくそー、ダメだ、押さない、弱い弱い弱いじゃん、無理だ、これは終わってから引いてる、リリーゼをもう欲しかったね、ゼロ型機中に、くそー駆け抜けか、まあ駆け抜けとまでいかね、270億枚、頑張ろうぜ、これ厳しい、うん、304枚、本当にね、本当にいいとこと悪いとこで、まあ、終了画面とかは全然悪いとこに入るんですけど何も出ないですよね。とりあえずはいいよいいよ、いらねえいらねえよ、呼ぶ位置、これ4ゲーム目、若干チャンスじゃん、全長は3ゲームが基本的なものなんですけど4ゲームでチャンス、うわー、まあまあまあいいでしょう。マジか、ストック大敵が約11分の1になりますね、ゼロゼロからか、マジで生かさないといけないです、こんな行くか、はい、でストック持っております、もううわマジ大チャンスきた、うわ弱い、やっちまった、
レベル3スルーです。そのままいやーやっちまった。まあここはダメなんだけどね。あるかな、どうだ、なかったと。314枚、いやーやっちまいましたね。まあもう駆け抜けですよこれは。普通にもったねえなあ。キラよし、奇跡の初ナビください。無理言いますけど最低でも6欲しい。これで4ナビ保証分ですね。うわー集中していけるよ。もしくはレアヤクル、大丈夫、耐えて、耐えない、あとちょっとだったじゃない。うっすねえ、4発40終了です。あー悔しい。16、うわ落ちないか。これ16、17、かこれいくでしょうか。遠征が弱いな。おーおー、マジか、マジ書き換えた。もう一回チャンスアップ押せ。あ、これいったでしょ、これいったでしょ、さすがに。やった、アップね。197ゲーム延長全然熱くなかったんですけどね。よかった。うわー困る、それは困る。頼む頼む、うん、変わんない。20敗でもうだ、残念。1トンか、なんか長いような気がする。ここでいっちゃうか。あれ、なんか長いような気がしますけど、そんなことないかな。ちょっとわかんないですね。悪くはないか。チャンスアップ次第。厳しいかな。おお、やった、おやった、マジかよ。あら、あるんですか。やりましたねこれ。やった、一トンで。あらららら、らなんとか、うん、まだ当たらないでください。できることだったらお願いします。当たらないで出玉をください。出玉の方が2ゲーム、うわすごい、なんかいろいろ起きてます。これチャンス目じゃないですか。うわ怖い怖い、まあまあまあ、もう早いよ。よしよし、あ約 15% でそのまま制裁もらえるんだけど、まだ分かんない。いいぞいいぞいいぞ、あと1回ですね。1回当社鉄拳制裁お願いします。鉄拳制裁、ああやった、 15% 出た。よし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 、焦って叩いてしまいましたが、全然配当が良くないんで青だと思います。いやだよな、いやでもよかよかよか、まあ一応押そうか。いや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 、よかったよかった、やりましたね。であと1回このゲーム数の中で、取ればまた鉄拳制裁なんで、4回いけますんで。うわーチャンスチャンス、おおよし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 、オッケーオッケーオッケー、これ鉄拳制裁っしょ。やった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 、来てる来てる来てる、やべえ楽しい。あーじゃ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 ねえ、そうなの、鉄拳制裁確定なの。ライジング取れたら全然変わるぞ状況は。またさっきすごくないですか。え、先しかやってないですよね。何を先縛りしているの。 いいじゃないじゃないのよ、難しいんだって、たまたま決められてるだけなんだって。ではここも V トロイで516ゲームからです。これで決めてくださいよ。ない、佐々木さん悲しいよ。
いや大丈夫、まだいける、まだいけるんだ。よー来ますね、本当これで AT 終わってからもう3回目ですね、200ゲームの間に。お2ゲーム発展早いぞ、2ゲーム発展当たりじゃなかったですかね、あれ勘違いだったかも。おこれで当たりましたね。225ゲーム6回目のバトルボーナス当選です。最高6回目、1000枚は超えておきたいですね、持ちコイン常に。続かんな。リノさんの状況を一回ちょっと確認します。来てくれましたマリエハ、ありがとう、絶対決めます。54ゲームからこれでお願いします、ありがとう。では革命から AT を取って上位に上げます、革命からお願い。まさか4ですか、6じゃないとかある、4で伸ばすのは結構難しいですから。中川うわ嫌な予感やだよ、枚数も減ってるのに。うわやられました、ストレート負け、デフォルト。果たして私はボーナス当選したんでしょうか、今マリエからなのに。頼むぞここ引こう。おおよっ、あ50%マジで。あ、違う、黒ナビなのに。え、なんか起こりますよ、きっと皆さん、なんかが起こります。こんなとこで終わんねえよな。来た来た来た、ゲイ来たぞ、始めましょう、ぶっ壊す。平均超えるぞ、絶対ぶっ壊す、頼む頼む頼む、この丹念丹念丹念、おーい、なんか演出、ベルいらない、ここでベルいらない、1回しか乗ってない。おー大丈夫これ、俺の最低最低記録が生まれようとしている、俺の最低記録が生まれようと。おー俺の最低記録はここで生まなくていいんだよ。ラスト残念、自己最低記録です、マジでやらかした。てかなんか今日ちょっとやらかしすぎっすよ俺、まあ、ですがね、まだまだつながりますんで、ここはね、まあビッグはいけるっていうところでちょっとやらかしちゃったけど伸ばしましょう。いやちょっとめっちゃ見てる、当たってるじゃないですか今、だからライジングを一番最悪の結果で終わらしちゃったんで。え今ライジングだったんですか、3個ダサマジでおい、あでもストックあるんでしょまだ、まあ、まだまだあるよ、あこれの分です、これでじゃあプラスになるかもしれないですね、トータル。そうですね、もしかして伸ばせれればいけるかもしれないです。今どれぐらいマイナスですか。いやでもまあ若干っす。どれぐらいですかだからまあ600枚ぐらい、600くらいマイナスですか、500枚か、500枚ぐらい頑張って、ね、やばい、なんで上からなんですかいつもどっか行けも本当に本当に何なんだよ、茶化しに来やがって。いやもしリノさんがこれプラス息入ってたらまた僅差の勝負だったんで、ちょっと考えないかんなと思ってましたけど、まあまあまだしばらく大丈夫ですね。はい、ゲーム数500超えました。
なぜかゼロもループした後チャンスモードを 2,3 発2回かで、これも今チャンスモードっぽいですけど、全部ボーナス外しまして、最低でも40パー以上あるやつを、今 1,2,3,4 回は最低外してて、1個もまあ通常モードだったかもしれないけど外してってことですね。こんなはずじゃなかったってまさにこれだよね。こんなはずじゃないでしょう、そんだけモード移行いいんだったら。ん？なんだ？天井じゃないんだよ。天井じゃなくてここでひび入るってなんですか、意地でも天井行かせないやつですかとか言ってる間に、この天井ゲーム数とこの当たりそうなこの煽りの狭間で追加投資です。5000円で済んでたのに、まあ、とはいえ1000円か2000円で到達します、天井までは。こういう入れ方マジでさ、当たってボーナス RB って言ったらもうとんでもないよ、もう本当に。外れんのかい。で外れたと同時に今600ゲーム到達です。これここで書き換わるのか。ということはね、今600超えたからでしょ。はいはい、で ABB なはずです、もう600超えてる。はい、まあ今のは天井と見ていいですね。はい、1000円追加なんでトータル総投資6000円で、天井 BB、うん、うわきつきついよ、もう天井まで行って。これはお行ったよね。こういうとこはいいとこで黄色でこんヒットするでしょ。 AT ですよね。助かりました、黄色オーラでなんとかねじ込んだデフォルト。いや、あのモード以降は1じゃないでしょう多分ね。今黄色から当たったしね。で5トン1の1ですからね、 RB はね。行きましょう、300枚ぐらい出ればチャラですね。お、よし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 、いいよ。そう、これでいいんだから。ナイスよ、私ナイスよこれで。この流れで、もう999いくんでプラス10ゲーム以上になりますね、このゲーム数も。はい、行きました。でここで青7ですね、読めちゃったっけな、999なんで。この青7、ここで青7いけたら最強なんですけどね。で私はまだ絶頂は一度もいたことない、そのチャンスでもあります。ここ超えたらまずチャンスです。あー、上がらの可能性が高いですね。これな、バーがいいっすよ、バー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 。お、よっと滑るなよ。お、よっと、青7だ、やったやったやった、 OK、 ストック取りましょう。来てる来てる、流れが来てる。いや絶対ダメだよこれ、絶対取らないとダメだよ。うわー、ちょっと弱い、大丈夫だよな。うわー、やばい、お父さん、私緑緑って外してますからねこれ、本当に。うわー、一角にはならず。いや頼むぜ、頼むよ。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、絶対揃わないと思ったんですけど今俺、よかった、危ねしゃあ、で10ゲームここ生かしていきましょう。はあ、諦おりありそうななさそうなっていう絶妙なラインですね。 あるか、大丈夫そうか。よしよし、171ゲームから諦のチャンスゾーンです。
部屋役ね、外してる場合じゃないからね、アキラを。アキラよし、レア役じゃなかったですけど、今度こそ革命で。おっと、もう通常や。いや、結局呼んで頑張ってただけなんですかね。共通ベル引けばいいんだから。ん、あのストレート負けはついさっきやったばっかりなのでもう大丈夫です。あれ終わりました、私の時代。終わったのかな、うん、終わったかもしれない。おっしゃ、来ました、行きましょう、頼む。ナビルだ、あー、ナビってるか、ハイターン打つ、どうだ、あ、黄色だ、黄色黄色、チャンスチャンス、これ超えるでしょ、あら、いや、これ超えたらなんか怒りますよ。なんか怒るんだけどさ、あー、最中か、いやいや、よか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 とです。うん、うわー、でっかいでっかい、オーケーオーケーオーケー、久々にいた、ナイスー、俺、まあいいよ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 、おお、光った光った、ゼロズガラじゃないこれ、ほら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 、何起きですかこれ、いいよいいよいいよ、うわー、終わったか、まあまあまあやれたでしょう、よっしゃ、まあ余剰分がどれだけあるかって話ですよ、よしよしよし、オーケーオーケー、約5分の1を引けばいいだけの、はい、ありがとうございます、 BB 上と。でここからは青7の昇格抽選だったりとか、多分絶頂の抽選されてるはずなんで、ここで引きたいよな、ここここを超えたい、あーまだ分かんない、青オッケー、ストックの大チャンス、いくぞ、今ストック1個持ってますから、ここで取れればなお私の収支をプラテにすることが可能と、こうかな、おオッケー、下パネが消灯いたしましたんで、これでストックが2つ目、 OK、 ナイス、私は十分バイ、行こう、ここでレアークないしゼロズガラ、よしよしやった、 OK、 ストック使わず、いやーこういうところをつなげられればね、全然変わるんだよな、感想もあるぞ、やっぱ俺だね、うん、いやー強烈役生きて、よし、これを伸ばすしかない、あー、まあまあまあ、何これ初めて見ました、私初めて見ましたけど、何これ、ああ知っとる、知っと、知っとるわ、ストックね、強烈かと思ったじゃん今、まあレベル2も1も行かなきゃ意味ねえ、マジで行かなきゃ意味ねえ、さあチャンス目、まあ、天国いればワンチャン、さあチャンスよ、あー当たったー、チャンス目が刺さってましたかね、ここも早い、
さあ97ゲーム7回目、単発はないがそれほど連チャンもなくという、よっしゃ、さあここはタイミングよく中段チェリーで継続を決めました。なかなか中段チェリーもバトルに行ってくれてないですね。1回だけですね、 AT 中バトルが。さあやっと行ってくれた、シンチェリー来い、リプレイか、シェイクビジョンもなし、あー2ゲーム連続、よし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 、いった。さあこれで V ストックやっとできた、共闘まで欲しいけどな。さあなんとか自力で継続を決めて3セット目まで来ましたが、どこまで伸ばせるか、どうだ、あー豪勝派、うん、やっぱり伸ばしきれませんね。ここは3セット309枚、持ち込みは1200枚を超えたところになります。朝一のアミバボイス以降は全部リンとバット、俺もライジング入れたい、リノに続け、あー、いやーそうですか、まあまあまあ1回は入る、まあ隠れてる場合もあったんだけどね。そう、なんでだ、引けないですねこれ。はい、とりあえずゼロ畑行く、押さない、頼むぞ、レインボーまで持っていくぞ、厳しい、黄色は、いやー外した、終わっちゃう、おい、426枚、まあ、かろうじてプラスにはいきましたけど、多分150枚ぐらいしかプラスになってないですね、落ちてしまいました。その間リノ君はずっと AT っぽいので、これ最下位の可能性大いにありますね。他の方々の状況も全く知らないんですけど、皆さん変わらず出てるんですかね。あれ、はい、ちょっと勢いが、そうですね、あの勢いよく減らしてます。ちょっと減ら、ちょっと元気なくなってる、はい、ちょっと元気なくなってるじゃん。そんなことないですよ。イラついてる？はい、そんなイラついてもない、そんなことない。ちょっと元気なくなってた。よし、強水化。やっと引けましたね、強水化が通常時。北斗カウンターは残り12ゲーム。おっと、キュラリン。よっしゃ、取った。さあ早い当たりが続いてます。いや、めちゃめちゃ良くなってきましたね。123ゲームで8回目のバトルボーナス当選になります。8回目、さあ持ち込み1000枚以上残してます。ここは
さあ緑オーラですね。オーラの色では今日一番いい色出ました。継続率の示唆 も79% 以上1回も出てないんで、また当たってんじゃないですか。あ、はい、全然伸びてないんですよ。めっちゃ上のありがちな。そう、そうなんですよ。ちょっともったいないですけど、まあ、いやでもこんなもんですよ。そうですよね。上はもうこれはどうしようもないから、このラオウの攻撃だけ見ていくんで、はい、これだけちょっと単発1回もないんですよ今日。あ、それうまいっすね。でも2連3連ばかりです。なるほど、はい、ほらほら、レミさん来たから。嫌な予感したでしょ今俺がいたから。しました。ほら、初の単発がレビンの呪いだよ。どっか行け。もう無理だよ、レビンの呪いだよ。負のオーラー一緒に巻き込んでやる。ほら、いや本当いらんことしますね。もうちょっとすいません、消えてもらっていいですか。 あと1時間消えてもらっていいですか。今本当に勝負どころだったのに。いや、じゃあなんで邪魔するんですか。マリエに昇格した。よし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 、いいぞ。外せないからね。このリプレイももったいないけど、もう一回引けばいい。478ゲームからマリエのチャンスゾーンです。ありがたき幸せ。うまいね。自分で言うのもなんですけど、先でも大丈夫。ではいい加減革命大丈夫、3連続決戦ですね。あんたのせいで減ってるんだからね、2000枚近く。ほんと勘弁してくださいよ。でも内容すごいいいですけどね。はい、よし、共闘薬かも。共通ベル引いてください。なんなんですかね、レバー間違えてないぞ私は。あー嫌になっちゃう。さよなら。3名様と4名様1回ずつです。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。17分の1もいけずとかー。これあ、いったな、これ多分いったでしょ。うん、だよな、500ポイントでいったんで、なんとかするしかねえな。これここで終わりかな。どうだ、よし、ウェアコ行きましょう。最後まで諦めないからね。まあここはストックはないので、まあさすがにちょっと厳しいのか。いやいや、まあ出ましたよ。まあ伸ばしどころはあったんですけども、1122枚ということで、自分の個人収支も今のところプラスになりましたね。なんですが、まあ、そんな話はいいんですよ。やっぱり、シーサさんがどれぐらいのサマイス持ってるとか、プラスサマイスっていうところしっかり見ないといけないので、この台をここで打つべきなのかっていうところですね。時間もそんなないんで一旦見に行きましょうか。いや真剣ですよ。もうさっきちょ終わったの。終わりました。終わった。全然プラスになりました。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。多分2位争いですよね。そうなんですよ。だから今シーサさんのサマイスを見に来て、これやばい、これ全然伸びてないですよ。600、700枚、まあ、435枚ぐらいプラス。だから残り1時間どう動かすか。橘さん以外は一緒じゃないですか、ほぼ状況は。ですよね。あ、え、これだからここで続行するか、まあちょっとノーマルで。いやいや、そう言わず、そう言わず。どれぐらいのプラスですか。多分ですけど200枚から250枚はあると思います。じゃあぐらい行こう。待ってよ。まだ まだ決めてないんだね。わかりました。いやこれマジでいい勝負っすよ。ってことはもう一回早い当たり取ればだいぶ有利になるな。弱いです。弱いのよ、果てしなく弱いのよ。なんでこんな弱いんだってぐらい弱いです。6の0、50% のやつが6分の0です。
なのに今チャラぐらいですからね、これ6の0なのに。あれ、いやまだわかんない、まだわかんないね。これあっちのノリマロだったらもうよかったんですけど。6の0と思ったら当たった、最後の最後ゼロモード6回中1回。はい、こうなると全然青7もありますからね、ゼロモなんで。赤確定しちゃった。ちょっと言っていいですか、本当は轟がいいと思うんですけど、ちょっとシゲルでいきますか。いや黄色か、黄色でさっき当たったけどな、お願いします。黄色2発だよ、当たるよね。まあまあ完全リンクではないけども、また黄色で当たりましたよ。伸ばせ、まあ、ライト、あー出た、なんかやもうなんかさ、いやあるよね、4なのかな、いや他の何だろう、他の要素かぶってないで放課後出ただけじゃこんなおーって言わないよ、もちろん他のがあってこれ今の放課後なんで。やっぱゼロモード6の1とか言ってっからじゃないの、この出玉なのは。本当に頼む、よし、これこそ頼む、もう時間がねえんだ、よし、絶対勝てよ。よしよし、当たった、あーよかった、9回目211ゲーム。これ枚数次第では2位が決まるぞ。赤7、緑オーラ、さっき緑で単発だったんでちょっと今回は伸ばさないかんですね。あー今日で、今日の AT の中で一番緊張する AT ですね、これ。ここは絶対超えてくれ、2連単は嫌だこの状況で。ケーンカラオ、うわー、単発はきついよそこで。まあ、ただこれでジャギボイスもアミバボイスもあるんで、まあ、おそらくまあ4以上間違いなかったんでしょうね、この台は。ラッキーすぎませんか、めちゃくちゃレアですよ。58ゲームやりました、しかも革命ボーナスって書いてありますからありがとう。いやここ次第で1時間あるんで5000枚は返ってきますよ。頑張ろう、ラストチャンス、むちゃくちゃレア、すごい遅いとこ引いた、生かさない手はない。273枚伸びず、時間も怪しくなってきたよね、天井まではもう回せん感じだね。いやー伸びなかった、可能性が若干だけ、これ円形なんですけど、今日はいつもよりかは僕がデータ見てる日の中では若干複数台良さそうな台があるっていうところ、前回2日前来た時
はあんまりだったんですよ。で強歩はいいっていうところを加味した上で、まだね1800しか回ってないで、レギュラーも300と、もしかしたら中間ぐらいあってくれればと。で設定1よりもビッグも悪いですし、まあそういった意味合い、何の意味合いか分かんないですけど、もう打つ際がこれしかないんで打ちます。じゃあまあこの10分20分でビッグに行きゃいけないんですよ。そんな簡単に言ってるけど、いけるんだったらみんなやってるか。光った。やばい。いやー頼むぜ。いやこれビッグだったら今多分2位です。ビッグ行けばね、行くぞ。さあ、オッケー。うわーマジか。さあ首位に立ちましたね。やばくないですか。いるんですよね天国に。彼らにとどめを刺すチャンスなんですよ。ここ今引くしかない。もうこの天国行かせなかったらやめます。うわー違う。まさかの角地で行きました。よっしゃ当たりで孫弁長です。赤オーラ最後の最後に。まあでもあんまりここは期待せず、これで今日はもうプラスでは終われます。あとはリノさんレミンさん次第ですね、2位を取れるかどうかは。ゆうまもう誰でもいいんだ、来てくれるなら。はーい、びっくりするぐらい足りてないです。今日は革命ボーナスも決戦ボーナスも下手でした。引き戻せなかったら AT も1回しか取ってないんでひどすぎ。7000枚出て安心しちゃったんでしょうね。私が428枚、朝に戻りたい。あのイケイケだって朝に戻りたいです。いやーなんでこんな弱いんだろう、ゼロモード中の演出が。いきなり強くなりました。大丈夫、めっちゃ見てる、めっちゃ俺のこと見てます。てかここに映ってんじゃないですか、もしかしたら。さあ青なら頂戴。赤なんだね。当たった。うわあの人ゼロモードで逃げようとしてる。ゼロモードでもう今日終わりにしようとしてるあの人。茂りでいく、茂る、言ってくれ。プキュー、前半で言っちゃってもいいよ。緑、もちろんのこと。マジっすか、マジっすか、やべえやべえ、かぶってきた。あの当人が一番安心してるじゃないですか。大丈夫っすか、あの大丈夫っすか。涙が出そうです。うわうまいね、やっぱここぞといったところで。わからんぞ、わからんぞ。ちょっと待てよ、やめてよ。あー頼む、マジでこの頼む、本当に頼む、本当に頼むよ。レギュラーでマジ頼むぞ。かーレギュラーまだ大丈夫かな、分かんない、審査さんも分かんない。とりあえず伸ばそう、この AT で多分終わりだと思うんで、時間的に。
赤オーラか、84% 以上に期待したい。頼む。ケンシロウ、ここは頼む。ラオカ、北斗一星もない。いやマジっすか、これ3連単だよ終わったら。ここはなんとかなりませんか。うーわー最悪、もったいないことしてしもた。ちょっとさすがにもう時間ないんで北斗はここでやめますね。持ちコインの方が914倍ですね今。まだやってるなレミンさんが。でもやっぱあの順蔵が早い台ではないので3枚以下なんで僕はやっぱビッグですよ。ここで引いたらもう多分伸びない限りレミさんは俺が二等賞でいいと思うんですよね。来た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 よ来た。これビッグだったら全然ありえますからね、間違いなく。マジかよ、54ゲームです。いきますからね。全然回されてない。この辺行ってみようかな。今日1回しか当たってないですもんね。マイジャグ、マイジャグ5いきます。リノさんが速攻でマイジャグ当ててたんでまずいな、僕も当てないと。お、当たった、よっしゃ、早かったぞ。これで1100枚ぐらいなんでプラス400枚は超えましたね。もうワンビッグ、もうワンビッグ、200まで見たんですけどなさそうですね。残念。この後打つ誰かがきっと出してくれることでしょう。よし、やめます。5126枚流しです。はい、ということで実践終了いたしました。だいぶ減りましたね。ピーク時7295枚あったんですけど2000枚ちょっと減らしまして終了となりました。どの道足りてないのでねこれぐらい攻めないといけないんですけど、今後もうちのチームは攻め続けることになると思います。ただ、今日のランキングというか順位で言ったら1位だと思うので1位のポイントをもらいつつコツコツと、そして大幅に出玉を出して1位を目指していけたらなと思います。それではエンディングへ。頼むゼロ型ゲー。あ、握手2回目。あで、時間がジャストぐらいかな。はい、だからゼロも見てる間に結構飲まれる可能性もあるので、はい、これ終わり流して待ちたいと思います。あ、ナイス。892枚入りましたんで、投資6本ですね。はい、はい、実戦終了時間参りました。はい、ちょっとねレギュラーが多かった展開だったんですけども多分自分の個人収支としてはプラスなんですがこの2等賞取れてるかっていうところはちょっとわからないんですよ。レビンさんが最後 AT 何枚取ったかわからないんでっていうところも踏まえて、まあ、シンセさんもビッグ引いてるかわからないですし、うん、可能性は十二分にあると思います。期待しております。お疲れ様でした。あれ結構プラス。はい、マイジャグ5結局ワンビッグ引きましたけど飲まれまして、まあ、さらに持ち込み減らしまして、回収こちらになります。814枚37リーグ第21回戦
結果発表。第1位マルハンフォースエナジー。これはそれはそうでしょ。いやそれはそうだ。それは誰でもじゃないと困ります。コウタロウさんも報われたね。そうですか。意外に出さないそうですか。なんだから名前出さないのよ。そこはここからここっすよ。第2位キコーダさん。マジか。なるほど、すごい嬉しそう。邪魔ばっかりしやがって本当にもう。いやマジかよ。きた。第3位家電ユナイテッド。グッラすごい。あ、ボール君来た。近すぎんだよ。戻れ。いった。戻れ戻れ。では、サマエの方いいですかね。はい、まあまあ、いやいや何笑ってるんですか。ものすごい睨まれたんで今すごい普通のこと言ってるんだけど。いやなんか勝ってますからね。いやいや先に言わせてもらっていい。はい、スマスロ北斗で、はい、最後、まあ、緑オーラ赤オーラ、はい、タンタンタンわーひどい。タンタンタンひどいな。焼酎じゃないっちゅうんですよ。あのねそれが言いたかったの。わざわざボケてたんすけど。マジでそれを言いたかった。違う違う違う。用意してたんすか。違う違う。はい、という感じでまあいろいろ盛り上がったんですが、順位はあそうっすね、変動がない。まあそうでしょうね。まあそうでしょうね。強めに来た2回ね。それぐらいの枚数で変わったらもうたまらんですよ。だから1位なんすよ。そう、首位独走中です。じゃあもう本当に団子状態ちょっとなってきたっていうところでね、はい、下の方は下の方で、はい、確かにそうですね。で上はまあちょっとずつだけど縮まってきてるっていうことで、残りまだ全然わかりませんから、はい、最後の強力戦までね、はい、大逆転あるかもしれないんで、はいはい、皆さん頑張っていきましょう。はい、はい、ということで、今回はこれで失礼します。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。